チームではトリプルエクストラ・ラージ、ソーディープといって、ハウスとヒップホップの両方を踊ってます。韓国の今日の学生のイメージは、もう本当日本も変わりなく、この年代の子はすごいみんなが、ダンス好きでフレッシュに楽しんでやってるんで、自分も楽しくできました。またみんな会いましょう。감사합니다。